説明をいたします。大根1キロ3温糖170から200g、酢 50cc、 塩大さじ2、だし昆布、唐辛子適量です。砂糖にはね、防腐剤の役割もありますので、お好みにより調節してください。大根を黄色く色付けするのに、私は口なしの実を入れます。1キロに対して2個入れると色よく浸かります。なくても味には変わりありません。色付けしたい方はご準備ください。まずはじめにね、塩漬けをします。まずはじめにね、洗ってください。次にね、皮を引きます。切っていきます。半月切りにします。 2-3mm に切っていきます。大きさを整えてください。切りましたらね、保存袋に入れていきます。分量の塩を入れます。よく揉み込みます。このようにね、水分が出てくるまで揉み込んでください。空気を抜き、口を閉じます。バットにのせ、もみしをします。この状態でね、3時間置いてください。時々上下ひっくり返してください。時間になりましたので、水切りをします。ダブダブこんなに出てます。はぎってね、さらに水分を切ります。次に漬け込みに入ります。袋はね、先ほどの塩漬けした袋を使用します。そこに大根を入れていきます。次に調味料を加えていきます。色付けとしてね、口なしの実を使うと綺麗になりますので、手に入る方は入れてください。これね、ちょっとね、こうやって穴を開けながら入れます。私はね、2個ぐらい入れます。袋に口なしの実を入れてね、よくなじませます。よくなじませましたらね、空気を抜いて口を閉じます。つゆがね、上まで来てるところでよじります。口を輪ゴムで祝います。この状態でね、冷蔵庫で2日間ぐらい寝かせます。どなたでも好まれる美味しい味ですので、ぜひお試しください。賞味期限ですけどね、5日間ぐらいで召し上がりきってください。最後まで見ていただいてありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。